足跡、足跡。裏切り者の反逆者たち。誰のだろう。矢のようにあなたを狙う。静かにして、楽しいわね。さし足、し、静かにね。こそこそと。誰の足跡だ。今ネズミの歯。今行くわ。我ながら上出来。すげえサミラ。へい、簡単ね。小刀さん。さっと早く動くのよ。動く。ゆっくり。見失うなんてバカバカバカ。そう、静かにね。多分こっちかな。お願いだからこの道にいて。一番へ向かってくれ。はい、わかりました。滑るわ。急げ。見なよ、酒が届けられ。拙者では届かない。ごめん。ああ、酒だ。止まらない方がいいだろう。雪の中を前進、これには誰も抵抗できまい。見ない足跡だ。上様のための刃だ。任務のために死んでもらう。向かっている。足跡一撃。蛇みたいに巻いてるわ。慎重に進もう。狐が狩り中よ。素敵なメロディー。すげえサミラ。鳥の声できるわよ。聞こえたぞ。メロディー、行くわよ。素敵なメロディー。ああ、さっくり。バッチリな罠ね。もらっ、おとりだ。おとりは設置した。一杯どうだ、友よ。いいな。刀を使うとしよう。最後はあっけなかったな。影様に使えるものどもと考えるか。うん、影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。お侍さん、今行くわ。そこにいよう。これには一撃。我らの足、任務のために死んでもらう。足が冷たい。抜き足。狐が狩り中よ。小刀さん、できないわ。こそこ、ちゃんと動くわね。鳥の声。馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる。いいかもしれぬな。なんでもないな。ネズミの、できるわよ。あたしにも、はっ。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも娘をしていたの。一人だったの。ずっとね。それで誰かが来て、物の見方を教えてくれたの。
物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。見て、大きな中が焼くつらら、侍の頭の上に落ちたがってるみたい。忍耐だ。いや、メロディー、ありえない。誰かいるのか。いい酒だ。いいぞ。誰かいるのか。一杯どうだ、友よ。上様のために。刀を使うたし、これには誰も抵抗。暗闇に消えてくれ。刺されている。中が焼くつらら、侍の頭の上に落ちたがってるみたい。隠れていよう。いや、ありえない。動き続けて、体を温めないと。酒だ。もったいないな。足跡をどうにかするべき。一杯どうだ、友。小刀さん、起きてよ。何でもないな。上様の、雪の中を前進。これには誰も抵抗できまい。プレゼントにでもするか。一、後で。任務のためだ。鳥の声。何か聞こえたぞ。紛らわしい風だ。こそこそ。ネズミの。さっと。鍵さん見っけ。急いで。お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。最後はあっけなかった。これで通れるわよ。見事だ。隼人殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では共に次の手について話し合おう。足跡か。今出てこい、近道があるよ。すぐに対処が必要だ。そう、静かにね。今行くわ。足が冷たい。拙者ではもっと良い道があるに違いない。へっ、狐が狩り中よ。今小型で、静かにね。なんだ、誰か隠れているのか。ネズミの歯。道があったと思うけど。分かってるんだ。すげえサミラ。我ながら上出来。早く。素敵なメロディー。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。すごく鋭いわ。気がないぞ。ネズミの歯。さっと。はっ。今行くわ。止まらない方がいいだろう。メロディー。行くわよ。何でもないな。あそこまで。小刀さん、起きてよ。忍びみたい。ゆっくりと。鳥の声。
早く動くのよ。素敵なメロディー。やるよ、今度も用事らしちゃいかん。道がないぞ。静かにして。すぐに対処が必要だ。満足いく。すぐ鳥の声。なんだ、風か。風だろう。さし足。ネズミの歯。刀を使うとしよう。楽しいわね。近道を探さねばなるまい。物音を立てずに動こう。用心しよう。地面が滑りやすくなった。忍耐だ。拙者のとっくり。おとり大と小、いただくと一杯どうだ。大小何人たりとも生かしておけ。我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。何が起きておる。行け、皆で調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男を傷つけない。よし、近道があるよ。できるわよ。抜き足。